全然髪もボサボサなんですけれども、お待たせしましたこんばんは。今日は珍しくですね、ちょっとだけ早くやるよって予告したんですけれども、珍しく予告をしたらこれですよ。19時40分にやるよって言ってたのがですね、収録が終わんなくなっちゃいまして、本当にすいません、遅くなりました。えんやでと、お待たせしました。5分くらいしか喋んないつもりなんですけれども、ちょっと喋ろうかなと思って始めました。久々のインスタライブですけれども、あ、こんばんは、アイリンさんと、こんばんは、いいのよ、ありがとうございます。こんなね、遅刻したのに見に来てくれた方、ありがとうございます忙しいのにね、はい、あ、ボスだって、ありがとうございます。別に話すこともないんですけれども、皆さんのコメントを拾おうかなと思って、定期的にやりたいと思っています。メロンパンってコメントをいただいていましたね。あ、初見さんもいらっしゃいますね、ありがとうございます。そう、メロンパンね、ランキングを作りたいっていう風に、投稿したんですよ、インスタで。で、番組の中でもメロンパンランキングを作りたいなっていう話をしていたので、よし、メロンパンこれからたくさん食べるぞって思ってたんですけれども、ジムに行ってきたんですよ。ジムの計測を定期的にしているんですが、私の目指していたところからちょっとね、ちょっと良くない方向に数値がね行ってしまったので、あー、またパンをやめる期間作るかなって今ちょっと悩んでるところです。あ、初めましての方もいらっしゃいますね。ただ雑談するだけなんですけれどもイヤホン壊れたの大丈夫ですか？そう、だからメロンパンね、みんなからコメントいただいているんですけれども、そうですね、週1回のチートデイに食べる他はあんまり食べられないかなって、1回パンを1ヶ月食べるのやめるっていう宣言をして、そこからパンを完全に食べない期間を作っていたんですけれども、そこでいい感じにね、体脂肪も減って筋肉量が増えてっていう風に基盤ができていて、でその後は、もうちょっと食べましょうって、ちょっと食べペースが早いんで、落とすペースが早いんで、もうちょっと食べましょうっていうことで、ちょっとずつその食べるものをですね変えて、炭水化物をもっと取りましょうって言われてたので、炭水化物を結構意識的にちゃんと取るようにしてたんですけれども、最近ねちょっとまたパンのブームがやってきて、パンをね食べてたんです。私、朝ごはんならいいだろうって思って、パンをねちょっと食べ過ぎてしまって、またねちょっと、体脂肪率が 2% くらいか 2% くらい増えてしまって、あ、最悪だと、すぐ出る数値になんかもう絶対取り、もう悔しいと思って、そう、だからチートデイに時々食べるくらいは、そう、パンブームがやってきたんですよ、ね、おにぎりはね食べた方がいいよ、そう、バランスが難しい、ペースも落とすのが早すぎると健康にあんまり良くないみたいなので、そう、あんまりハイペースで落としすぎるのも良くないし、だからといって、ね、あんまり食べ過ぎるのも良くないから、食べ過ぎ食べなさすぎどっちも、そう、ならないように、あのセブンイレブンで、あのポンディケージョ、ポンディ何でしたっけ、ポンディケージョでしたっけ、なんかもちも中がもちもちしたパンが売っていて、チーズ味のポンディケージョでしたっけ、あのもちもちしたパン、あれが、この大きいのがね3つ入ってる、なんかセブンイレブンで売ってて、でコンビニのポンディケージョって美味しいかなって思ったんですけど、めちゃくちゃ大ヒット、あれをトースターと、私はオーブンなんですけど、オーブンで温めたらめちゃくちゃ美味しくて、もうね
あれ毎日バクバク食べてたんです。朝ごはんだから一日動くし、朝ポンデケージョ、ちょっとあんまりわかんないんですけど、あれめちゃくちゃ美味しくて、コンビニでこんなに美味しいなんて、ちゃんとトーストした方が絶対美味しいんですけれども、ブラジルの定番なんだ。そう、あれめちゃくちゃ美味しくて、そう、3つ入ってるんですけども、朝ごはんにね、よく食べてたんですよ。そのね、ちゃんとしっかり数値に出て、悔しい。筋肉量はね、特別ものすごい落ちてたっていうわけじゃない。まあ、完全にパンの分ですよね。だからね、もうちゃんとこっから、もうパンを抜かなきゃなって思って。めちゃくちゃ美味しいんですよ、あのセブンイレブンの。ちゃんとトーストして温めると、ちゃんと温めると、こんなに美味しいパンがコンビニでって、食べたいものをしっかり食べられるなら続けられる運動をしておきたいですね、というふうに。そうですね、やっぱりトレーニングと食事の制限がどっちも大事だと思うのでね。コメント読もうかな。質問が届いてます。スタバ新作飲みましたか？ちょうど今ね、もうまたちょっとね、食べ物を気をつけなきゃって話をしているところなので、スタバの新作もお預けですかね。1ヶ月くらいはちょっと気をつけていきたいなと思います。飲みません。スタバの新作飲みません。勉強のモチベーション上げてください。難しいです。あ、出てこないの。勉強のモチベーション、あれどこ行っちゃったの。勉強のモチベ上げてくださいと。あれ、なんで出てこないんだろう。あ、これだ。勉強のモチベ、これなんか勉強のモチベーションすごい聞かれるんですけど、私も知りたいよね、それはね。多分資格の試験をずっと勉強してたのもあって、どうやって仕事しながら続けてたんですかはね、すごい聞かれるんですけど、私もね、もうやっぱり仕事しながら勉強するのすごくね、時間が作れなかったので、いいってなりながら、時間ないってなりながら勉強してたんですけれども、ストレスになりませんか。まあでも私の場合はね、取った資格がね、気象予報士と星空案内人と防災士、全部天気とか空に関するものだったり、仕事で使うものだったので、まあやっぱりね、目標が明確ですよね。番組、より良い番組を作るために必要な知識だから頑張ろうっていうのがあったので、まあ好きですしね、天気も続けられたっていうのはありますけれども、まあでも大体朝起きて30分勉強して、で朝ごはん食べてから、そっからまた1時間勉強して休憩して、1時間勉強して休憩してみたいな。で、休みの日はその勉強時間稼げるじゃないですか。なので必ず図書館に行ってました。私は同じ場所で勉強を続けるっていうのが難しかったので、家でもう5時間6時間とか勉強ができなかったので、まず朝起きて30分勉強するんですよ。で、その図書館に行くまで、まあ、電車乗ったりするんだったら、その電車の中でテキストを読むとか、で図書館に着いたらまず2時間勉強する。で、2時間勉強したら休憩でポテトを食べていく。ポテト勉強法なんですけど、ポテトを食べていいよっていうふうに私の中でルール決まったんですけれども、ポテトを食べて、でまた2時間勉強したらまたなんか食べてことをね繰り返して、休みの日はね、そうですね、7時間くらいは勉強してたかな。図書館はね、集中できるのでおすすめですね。で、図書館で別に丸々一気に勉強しなくても、集中できなくなってきたなって思ったら、また帰ってから2時間勉強して、場所を変えるとまたスイッチが入るので、私はね、図書館に行って勉強してましたね。あとはもう勉強疲れちゃったな、休憩しようかなって思ってから、もう30分、そこから30分プラスで勉強しようって決めてたので、ああ休憩挟もうかなって思ってからタイマーつけたりしてましたね。あと30分やろうって。勉強の仕方しかモチベ上げてください。モチベーションってそうやってあげるんじゃないの？だ、場所変えるとモチベーション。じゃあ、頑張れってこと？頑張れ。私はこうやってたよっていう。
なんかこう集中できない時は美味しいもの食べたりとか休憩挟んだりしながらっていうのがいいかもしれないですね、うん、確かにモチベ上げてくださると頑張れ頑張れかもしれないです応援することかもしれないですね。あとはあおもちちゃんとちくわちゃんの近況教えてくださいということですけど、でも2人はねそんなにゆるゆる毎日私を幸せにしてくれるので、なんか新しい出来事ないですけど、ちくわ犬の方ですね、ちくわは来週あたりまたもう一回最後注射して、でそっから多分お散歩の許可が下りるはずなんですよね、うん、なのでお散歩が始まるタイミングです。そろそろ今月中か来月に入るかわかんないんですけれども、うん、あとお餅はそうですね、ゴミ箱が漁れなくなったのでもう本当に私の完全勝利、昨日投稿したんですけれども、お餅はね本当にゴミ箱開けるのが得意なので、猫ね、うん、ゴミ箱まだ大丈夫、もうゴミ箱新しくしてからもうぐる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 ずっとどうやって開けるんだろうってずっと見て、ずっとゴミ箱の、ね、周り見て作戦練ってる感じですね、うん、開けられないですねまだね、うん、あとはへー来年のカレンダー情報はまだですか、私も知らないです知らないし、もし発表のタイムまたあるんだとしても私は知らないですそうなんですよね、ロット6一等の当て方を教えてください。私も当てたことないのでね、えあれどういう人が当てるんですかね、うん、でも一等っていくらなんだろう、一等、一等ってロット6って普通の普通の宝くじですか、詳しい方教えて、ね、なんかいっぱい買ってるんじゃないですか、かね、当てる人ってね、うん、一押しのアニメは何ですか、私も最近ね時間作れてないのでねそこまで見られてないんですけど、でも私はもう以前ストーリーかなんかにあげた、まあね、ジョジョ6部、まあ、やっぱり熱いですね、ネットフリックスで、ネットフリックスで見られるんですけど、ジョジョ6部、ジョジョね、アニメも毎回楽しいので、私過去のもネットフリックス会員なので、ね、ひたすら見たりしてるんですけれども、そのジョジョ6部ね、めちゃくちゃ熱いのと、アナスイが登場してからね、またなんかあの関係性がいいですよね、ジョリーンとの、見たことない方は残っちゃうかもしれないんですけど、ジョジョはね面白いので、もう今日ジョジョのねオープニングばっかり聞いてます最近、はい、あとなんだろう、3連休の過ごし方教えてください、ありなら何をしますか、なんか休みの過ごし方教えてくださいもね結構質問されるんですよ、なんでだろうな、休みの過ごし方ってみんな何してる、これ難しいんですよね、私もおすすめの休みの過ごし方そんなに引き出しないんですけど、みんな何してるんですかね何してるのかな、3連休だってね、うん、また天気的に出かけるのが難しいところも、あれ私生活謎だからみんなそうじゃない、みんな多分思ってるほど知らないと思いますよね、え、うん、知ってるように思って多分番組で話してることって本当に一部だと思います、うん、知らないことばっかり、もっと 1% も喋れないんじゃないですかね、うん、番組用のね顔ですからね、うん、なんでソロキャンプですだから、うん、私は基本的にできるだけ家にいたいよね家ボルダリングもね1回だけ行って終わっちゃったな、トランポリンもそうですね、あれ友達と行くから楽しい
ていうところはあったかな。友達とトランポリン行ったんですよ、トランポランドっていうところ。あれでもね、楽しいですよね。うん、一日何も考えずに寝てみたい、それはすごくわかります。インドアですね、私はね。休みの日はもう本当にそう静かに暮らしたいですね。なんだろうな、あ、やばいやばい、あ、インスタライブをやって誰だろう、さやっちかな。あ、お疲れ様です、ちょっと終わりますあ、大丈夫です。じゃあちょっと一瞬喋ってくださいここでやってるとね、本当にこういうことが、え、これ何ですか、やばい、インスタ用のインスタ、え、ちょっと一瞬、一瞬ちょっとさやっちゃう。あるあるだよね、この。あるあるですね。で、ちょっとね。これいいですね。三脚を立てて、はい、そうなんかガタンってなっちゃうじゃん。確かにそうですよね。すごい。じゃちょっとね、こう番組後のさやっちをみんな。こんにちは。はい、こんばんは。みんなラッキーでしたね。すいません、突然で。じゃちょっとね、仕事終わりなので、ちょっと、私も行かなきゃいけないので、終わろうかな。マネージャーさんですもんね。はい、マネージャーなので、どうですか、さやっち最近のスプラトゥーンは。頑張ってるんですけど、なかなか腕前が上がらなくて。うん、腕前やりましょう、本当に。私本当に初心者だから全然分かってないんだけど。難しいですよね。え、ちょっと一瞬止まりそう。え、いいよ、もちろんもちろん。スプラトゥーンの最後、スプラトゥーンの話だけして帰ってよ。アイリンさん何使ってるんですか。え、私は全然初心者だから、はい、全然その分かんなくて、はい、基本のスプラ、はい、スプラシューター。あ、スプラシューターが強いですよね。なんかあの基本かな、基本的かなと思って。私も最近戻ってスプラシューター使ってます。え、それまでは何か別のおすすめ、はい、なんか傘使ってたんですよ、うんうんうん、やっぱりお天気キャスターとしてでも難しくってそう、なんか特殊なのって難しいのかなと思って。そうなんですよ。え、何したらいいの、初心者の最初。いや、そんな初心者じゃないですよ。え、私もでも本当強くないですよ。え、2からやってたんだっけ。2からやってました。2からやってて、はい、まず射撃するといいと思います、うん、あの射撃練習をしたらいいの、はい、うん、そう、なんか毎日練習した方がいいよって聞いた。確かに、はい、見たかな、はい、うん、じゃあそれを射撃して、あとあの武器によって相性があると思うので、うん、試し撃ちをして自分に合うものを選ぶっていう、うん、ああ武器はね、多分変えないんじゃないか一回ローラーとかにしてたんですけど、はいはい、こう縦笛とかできるそうローラーでもね、なんかやっぱり基本のちゃんと狙って撃てるっていうのができた方がいいのかなと思って、はい、ちょっとしばらくスプラッシュとか練習しようかな。スプラッシュとか強いイメージあります。そうなんだ。腕前 X の方とかスプラッシューター使ってる人います。うん、そうなんだ、はい、じゃあちょっとこのまま貫こうかな。ぜひぜひやってみたいです、一緒に。いや、難しいですよね。いや、ちょっと難しい。本当に負けっぱなしで最近。え、基本は何や、どんな、対戦してるの。対戦してます、うんうん、縄張りか、うん、最近腕前もやってるんですけど、うんうん、あの腕前上げるために上がんなくて、うんうん、悲しくなってます。なんか私はなんかその腕前を上げるんですが、はい、あ、レベルがなんかある程度いかないとできないんだっけ。え、そうなんですか。ポイントを貯めないといけなかった。ポイントなんかそう、はい、最初できないよっていうのを聞いたから、はい、確かに何レベルかになるんですか、うん、そうそうそう、はい、そこまでまだできてないから縄張りからやってる感じですか。そう最初縄張りの方がいいですよね。じゃあちょっとまずは練習して、お詳しい方いらっしゃるんじゃないですか。詳しい人誰か教えてください、スプラトゥーンの。私も教えてほしいですもん。うん、難しい、ね、うん、裏クロストーク確かに裏クロストークだこれ。あの、うん、友達もやってて、その友達の友達が腕前 S 帯なんですよ、うん、すごい。どうやったら強くなるんですかって聞いたら、うん、長文で送ってくれたので、ちょっとシェアしました、それちょっとそのまま教えてそうなんだ、はい、らしいです。なんかでも今回のやつはなんかその上げやすいよねみたいなのみたいですよ。なんか下がりにくくって、あ、それはありがたい、はい、上がりやすいらしいので、うん、コツコツやれば、ちょっとコツコツ
です。でもあれって1日2日、一夜明けじゃ無理なゲームだ。確かに、毎日やった方がいいですかなんかね、スポーツっぽい感じ。スポーツ、まさにスポーツだなと思って、その知識とかそういうのだけだと、はい、もう特殊だもんね。あのゲームならではの操作方法。ジャイロでこう、そうそう、こうね、動かしたりっていう。でも面白いですよね。面白い。ね、うん。4人で味方になっているので、うん、自分がこう、まあ、強くなるのも大事ですけどこう、うんうん、チームワークがなんか楽しいなって、うんうん、でもなんかそれもまだ初心者すぎて、はい、その上手い人のゲーム実況見てると、はい、上手い人って自分でも塗ったり攻めたりするけど他の人もアシストしますよね。何それと思ってかっこいい上手い人のやつが上手い人の球技の立ち回りすごいなんだよと思ってすごい足場塗ってねあげてねそうなんかめっちゃ背景からこうやってくれますもんね思いやりのゲームだなって思ってめっちゃわかります強くなりたい強くそうあれやって強くなりたい力が欲しいって思うよね力欲しいです。しかも私もそんな強くなくて、本当初心者なんで。ちょっとまだ初心者なので、うん、ちょっとずつね、段階踏んで。うん、でも傘使ってみてください。やっぱり傘、はい、お天気を使うみとして、そうだね、難しいんですけどね、うん。なんかね、武器によってやっぱり操作もね、全然違うと思うから、はい、いろいろね、試したいなと。バイトしませんか？バイト楽しいですよ。楽しいね、はい。あれめっちゃ怖いと思ったあの世界観。横綱出てきました横綱。横綱どんなの？なんか最後に、うん、あの3ステージまで最終まで行くと、うん、ランダムで大きいなんか鮭横綱が出てくるんですよ。それ倒すともっとボーナスもらえる感じなんですよ。私はまだね多分始めたばっかりで、はい、研修受けてそのあとちゃんとやって。はいうん、まだそこまで行ってないけどあでも多分いつか出てきますそうなんだ、はい、いやこんなバイトやっちゃいけないと思ってちょっと闇を感じますなんか疑問に思わなかったのかなってあのなんか海からドロドロしたなんか確かに怖いですよねもうこれでなんか鮭ね確かになんか危ないバイトだなって思って小鮭とか湧いてきますもんね湧いてきてねそこから取れるイクラって確かになんかない何個取れましたって回収されてるんですよねめちゃくちゃ怖い世界かなそう闇バイトねでもバイトで武器支給されるので、うん、そこで相性を測れるかもしれない、うん、あそうなんだ、はい、いろいろ試してみてください、うん、やりましょうちょっとまだ初心者なのでねフレンドコードを送りますえ送ってもいいですかえじゃあちょっとやろうよ私持ってるんであ今え今あの任天堂のスイッチのオンラインになってあ、うんうん、で後で送りますねじゃあ後で、はい、そうだね私スマホないやつそう確かに今ここに確かにそうだね今ちょっとやりとりで後ほどやります後でちょっとそうということで、はい、ねちょっとまたじゃあスプラトゥーントークしましょうはいぜひぜひお願いします、うんね、そうゲームのね動画やりたいねって話してたけど、はい、たなんか難しいね分かんなくて、はい、そうえインスタとかでできたりしないんですかねなんか誰か教えてくれません簡単な方法、ねあのうん、YouTube 以外でもしできるところ教えたいのそう YouTube 私たち許可もらってないんで他のとこじゃないと出せないんですけど、うん、インスタっていけんのかなそうなんかだから動画として撮ったら、はい、インスタに上げられるのかなって思ったけど、はい、なんかいっぱい必要なんだいろんなものがそうなんですかそうそのゲームの動画を撮るために、はいはい、なんかこんなものが別で必要ですよ喋る場合はマイクがこんなものが必要ですよとかいろんなものが必要だから、はいそれにかけるのもちょっと大変ですしねそうなんかセットで売ってないのかなみたいなわかんないって思ってるのであツイキャス聞きますかってやっていいのかなそう私たちね何をやってよくて何をやっちゃいけないのかはわかんないんですけどとりあえず YouTube はチャンネル作れないんですよそこはもう明確なんですけど、うん、あとはちょっとねわかんない他の媒体、うん、インスタとツイッター以外の媒体でやっていいのかわかんない、うん、スイッチとか使えますかねどうなんでしょうスイッチでも新たにアカウント作るのが厳しいです、ね、もうダメってなるのか、うん、それともスイッチならいいよになるのかわかんないそこはちょっと私たちもわかんないので、はいうん、ゲームできるんだ
あ、できるんですか？スイッチ乗ったら。あ、スイッチ、そう、スイッチならできますよね。そうだよね。うん。そっちで、やっていいかけ。そうだね。うん。できるかどうか。なかったら、許可降りなかったなって思ってんだけど。聞いてみようじゃん、ちょっとね。やっていいのかどうか。ね、うん、兄さんとやってみたいです。そうですよ。うん、ゲーム部に入れてください。こちらこそ入れてください。入部したい。入部したいです、私も兄さんのゲーム部。おさやのゲーム部。インスタグラムとかできないのかなって調べたことあるんですよね。うんうんうん。なんか画面を映すとか、するとできるみたいな、聞いて。それどうやってやるんだろう。挟むので画質落ちそうですよね。うん、あ、確かに。え、やってる人いたら教えてください。教えてください。誰かこの人やってるよって、この人インスタでやってるよとか、はい、うん、詳しい方教えてほしいです。そう、やりたいけどなかなかできないんですよね。動画とかなら上げられそうですね。動画なら、うん、作って、でそれをね、何ぐらいですか上げられたとしても。でもインスタって結構上げられるよね。あ、そうなんですか。全然10分とかでも上げられ、そうなんですか。私も詳しくないけど、いやいや、そんなに上げられるんですね。インスタで多分長いの上げられるから、縦長で撮んなきゃいけないのかな、インスタだと、ね、確かに画面の画面のサイズ感とか、ね、合わないですよね。そう、ちょっと誰か詳しい、これ簡単だよっていうの誰か教えてください。ちょっとまずはツイッチをやっていいのかな。できなかったらインスタかな。インスタならまだ希望が、インスタなら希望があるね、はい、ちょっとね。インスタか、インスタかツイッターはもうすでにアカウントがあるので、はい、やっていいよ、何でも自由にやっていいよなんですけど、はい、YouTube チャンネル作ってくださいよね。うん、うん、ちょっと私とまだ許可が下りないので、みんなから言ってください。チャンネル作ったら、作ったら、私たちに言われても作れない。そうなんですよね。夢、ね、ではありますけどね。ね、いろいろできることが広がるけど、うん、ちょっとね、また作戦会議しましょう。プライベートでもね。プライベートでもね。ということで、突然のゲストでした。番組後にありがとう。こちらこそいきなりすみません、訪問して。みんなラッキーでしたね。そんなそんな、突然乱にしてすみません。ということで、終わりまーす。